そうなんですね、本当運営してるメンバーはみんな分かってくれてるんですけども、あのでも本部にも知ってる人いっぱいいるわけですよ。私の前だけでも数十人、そして役員の方に入れたら数百人の方々がいろんな事情を知っています。よく賛成と離れてるとこ最近いますけども、結局それは党から除名したとかじゃないんですよ。賛成党過去に除名したら10名もいませんから。賛成党の部屋。はい、今日ですね、あいにくの雨で申し訳ありません。私晴れ男として街頭演説で雨が降ることはほとんどないんですが、今日雨で寒くてですね、横に立っている工藤さんも寒そうですね。はい、ちょっと最近私の元気が落ちてるかもしれません。はい、いろいろ大変なことありましてですね、はい、まあ、これもですね、まあ、全ては結局代表の私の責任なんですね。いろんなこと起きるのは全て私の責任になってきます。もうこれはしょうがないです。いろんな方のいろんな思いがあります。頑張ったのに報われないね、そういった不満もたまる方々いらっしゃると思いますけれども、それでも私たちは党を回していかないといけないので、皆さんの要望に全てですね、期待に応えられるわけではない、そういった気持ちがですね、いろいろ溜まっていくと不満として、どんどんと顕在化をしていきます。そういったものもうまく受け止めながら、そしてまたダメなものはしっかりと跳ねのけながらですね、党を運営していかないといけないということです。政治っていうのは人の思いや利害の調整なんですね。すべてみんなで話し合って仲良くというのが理想的なんです。私もそうしたいと思ってます。だから10回叩かれて1回言い返すかどうかぐらいですね。はい。じゃないと言われたから言い返すということを繰り返してると、どん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 人の感情同士がぶつかるからです。だからなんで説明しないんだ。ね。なんでもっとちゃんと言ってくれないんだという問いの声もあります。けれども、これはですね、本当運営してるメンバーはみんな分かってくれてるんですけども、知ってることを全部言えばいいってもんではないと思ってるんですね。だから叩く側はいろんなことを出します。もうないことないと出てきます。でも賛成党側は本部から出ないんですよね、ほとんど話が。でも本部にも知ってる人いっぱいいるわけですよ。私の前だけでも数十人、そして役員の方に入れたら数百人の方々がいろんな事情を知っていますけども、出ないですよね。それはそれをどっちがワンワン言うとですね、争いが大きくなるということをみんな分かってるから、みんな止めてるんですね。お口にチャックをしてるわけです。それは隠してるんじゃなくて、争いを大きくしないためなんですけども、そういったことをですね、やっているという状況であります。だから、まあ本当にですね、あまりにもひどいってことになれば、みんな一斉に口を開くことが来るかもしれませんけども、そうなると、もうね、戦いのところ、ルビコン川を渡ってしまった状態になるので、後戻りができません。ね、そういうことを我々は避けたいんですね。ので、出す情報はもう最小限に。しているということでありますので、まあ、それがかえってこんなもんだという意見もありますが、もう少しですね、私たち、じっくりと構えてやりたいと思いますね。その賛成党の関係者とかですね、まあ、もっと言えば、私たちの考えで言うと、日本人同士で争ってる場合でもないんじゃないのということをですね、強く私は考えてるわけです。賛成党のね、支持を受けてる一つの理由、これは私たちが自分たち言ってるというよりも、党員の方や周りの方が言ってくださっているのが、やっぱりこの大きなグローバリズムの流れに流されずに日本の国益を守ってほしいと、それが子供や孫の未来につながるんだというふうに考えてくださっている方多いんですね。実際私もそう思ってます。ですから我々が政治こうやって集団を作ってですね、何と向き合っているのか、戦うつもりはないわけですよ。グローバリズムってものすごく大きいですから、戦えないです、そんな賛成党だけで。ただですね、そこに無警戒でただ鳴らされて、その嘘の中に飲み込まれていくっていうことはあまりにも情けないし、申し訳ないと思ってるわけですよ。だからそういう流れがあるよねと、ね、それが我々見えないところで何らかの影響力を及ぼして我々の生活、政治に影響してるんじゃないかということをきちっと提示していきたいわけですよ。ね、わからない人からすると最初は陰謀論って言われます。ね、だから我々もあんまりそればっかり言わないようにしてるわけですよ。ね、別に陰謀論を振りまけないわけじゃないので、ただ私たちはだから勉強しようって言ってます、みんなと一緒に。なんでそういうグローバリズムの流れにね、危険性があるのかということですよ。ね、だからグローバリズムっていうこと自体がね、よくわからないがありますけども、まあ簡単に言うと、世界をこう一つのルールの中で運営していこうよというような、そういう考え方かなというふうに思っています。まあいろんな説明の仕方あると思いますけど、それって別に昨日今日できたわけじゃないんですよ。なんかね、それを急にボーンとね、そういうなんかよくワンワールドってことありますね。一つの世界ってワンワールドだと言うと、わけわかんないわけですよ。何それというふうになるわけですけど、
じゃあそういう流れってどうやってできてきたのっていうことをですね、歴史的背景からきちんと見ていくっていうことをやれば説明はつくわけですよね。ね、でそれもね、僕がどうこうというよりも LGBT とかも僕はちょっと気抜いてたんですよ。他の方が忙しくって、あの防衛増税の方が忙しくって、前回のこれちょっと気を抜いてたところにバーンと来たんで対応遅れたんですけど、あれは党員の皆さんがこれもうとにかく早くなんかしてくれと、犯罪もしてくれ、ビラも作ってくれということでわーっと要望が来て、本部が突き上げられてスパッと動いたというのが実態です。ので参政党はね、そういうことができるんですよ。党に入ってもらうと、党に入って支部に入ってもらって支部の役員とかやっといてもらえれば、ね、なんかあった時にこういうことやってくれと、ね、あとこういう質問をやってくれって、あと政策でこういうの入れてくれっていうのが言えるんですよ。で僕ね、まあ自慢に聞こえるかもしれないけど、そんな政党日本で参政党だけじゃないかと思ってるんですけど、どうですかね。参政党に政策作りに書かれますか。国会議員の質問の内容に意見言えますか。できないと思いますよ。で何にもない人がこうやって動いて手を挙げて衆議院の候補になれますか。なかなか難しいと思いますよ。まあできるところもあると思いますけど、けどそうやって思いがあったり何かおかしいなとか思って方向性、僕がさっき長々と話したそういった議論の方向性にある程度ベクトルがアウトであれば、入ってきてもらえて一緒にこうやって活動してもらえれば自分たちの声が訴えられるんですよ。皆さんこれ一人から始めようと思ったらどれだけ大変か分かりますか。皆さん一人でここに立ってたって誰も聞いてくれませんよ。こうやってみんなでチーム作って積み上げて政党にしたから、これだけの方々が立ち止まって聞いてくださる状態ができたわけです。私も17年前から政治やってますから、一人で市議会議員でもない時に駅でビール箱の上に立って演説してたところから僕も始めてますから、そんな時なんか唾吐きかけられたり、もう変なおじさんに絡まれたり大変だったんですからね。誰も守ってくれないですよ。こんな今日なんかもね、来たらちゃんとね、土井さんいてここまで連れてきてくれますけど、誰も守ってくれないです。一人だけですから、一人でトラメが置いてこうやってやってたわけですよ。誰も聞いてくれない。私そっからやってますからね。だから今この状態がどれだけのものかっていう価値を分かってるんですよ。だから大事にしたいし、それを新しいこれからね続く人たちにね、どんどんと使ってほしいんですよ。皆さんにも使ってほしいんです。だから参政党プラットフォームにしてくださいって言ったらそういうことですね。でそこにお金とかいりません。お金積まないとなれないとかそんなことはないんです。その人の人間性と思いです。でちゃんと活動してくれるかどうかね。口でいいこと言ってで入ってきてもどうせ見つかされますからダメですね。よく参政党離れてる人も最近いますけども、結局それは党から除名したとかじゃないんですよ。参政党過去に除名したのは10名もいませんからね。除名したのは8人ぐらいです正式にね。あとはもう全員自主離党ですから。なぜかって言ったら党員との活動の中でどんどん活動が悪くなってくるとね、それはみんなからもう応援してもらえなくなるし、ね、あと支部の中で浮いちゃうしね、そういうことしたらいられなくなっちゃって皆さん辞めていくわけですよ。でもこれしょうがないですよ、政治だから。そんなみんな集まったから100人集まったら100人がみんなね仲良く一緒にやれるかってそうではないんですよ。だいたい100人集まったらまあそうですね40人ぐらい辞めるんでしょうね。でまた減って、でまたちょっと増えて減って、これを繰り返しながら組織ってでかくなるんです。それ全部そうだと思いますよ。100人集まって100人がみんな仲良くね、あの手をつないでやれますかって言ったらそれは理想だけど、現実問題会社でもなんでもそんなうまくいくわけないじゃないですか。ね、で当然中で勢力争いも起きるし、ね、それを、ね、みんなの意見聞いていいよいいよみんなで話決めましょうって、そんなんで組織回るわけないじゃないですか、ね、だから誰かが責任持ってハンドリングしていかないといけないっていう話です。そういうことをやりながら僕たちがやりたいのは、思いがある人たちのプラットフォームを作りたいわけです。千葉は